殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の技能実習生グエンバントワン容疑者ら男3人です。3人は、昨日未明、エニバ市内のアパートでフィリピン国籍の23歳の技能実習生の男性を刃物で切りつけるなどして殺害しようとした疑いが持たれています。男性は手を切るなど軽傷です。3人は逃走していましたが、 昨日午後、現場周辺で警察官により確保されていました。騒音を原因に3人が男性の元を訪れ事件に発展したとみられていますが、3人は容疑を否認しています。